夏野菜を育てたものの結局よくわからなかった話。今年の夏にトマト、ナス、ピーマンを育てました。初見と申します。いつの間にか秋を迎えまして、ナスやらピーマンやらの季節も終わりを迎えつつありますけども、結局よくわからなかったなっていうことをお話しさせてください。野菜を育てる際に当然水をあげると思うんですけど、その水の量ってどれくらいが適量なのか本当にさっぱりわかりませんでした。インターネット上で調べてみると、朝と夕方にたっぷりの水をあげるとか、多めに水をあげるとか、いろんな表現が出てくるわけなんですけども、たっぷりの水とか結局どれくらいの水なんでしょうか。私は自炊もよくやるわけなんですけど、例えば塩少々とか醤油適量とかよくあるわけですよ。ああいうのって食べる人の好みの量で調整すればいいだけだと思うんですけど、野菜に対する水ってそうはいかないじゃないですか。皆様ご存知の通り、今年は猛暑だったと思うんですけど、やたら暑いし、なんか野菜の元気がない気がしたんで、私一回3分ぐらい水をあげてたんですね。それを朝と夕方にやってました、毎日ね。そしたらまずピーマンがダメになってしまって、一時期ね、8月の終わりくらいから9月中旬下旬くらいの1ヶ月くらい、もう花も咲かないし、葉っぱは枯れまくって散りまくるしで、あ、もうこれ終わったかなって思ってました。まあ、それでもめげずにずっと続けてる中で、ある時、これもしかして水をあげすぎなんじゃないかって思ったんですね。で、思い切って一回30秒くらいの水やりに変えてみたんですよ。そうしましたらびっくりするぐらい復活しまして、もう花は咲き乱れ、ピーマンができまくりました。そこから、これナスも同じで、水をやたらとあげまくってた時は、まあ枯れまくってたわけではないですけど、すごい小さいナスが1個2個くらいしかできなかった感じでした。で、水をあげる量を少なくしたら復活したみたいな、そういう感じですね。ただこれちょっとわかんないのが、水をあげる量を減らしたのと同じぐらいのタイミングで猛暑が終わったんですね。気温が下がってきたんですよ。だから、あの猛暑が原因だったのかもってちょっと思わなくもないです。まあ漁法か、少なくとも水はあげすぎだったんでしょうね。ちなみにナスってツヤツヤしてて張りのあるイメージを持たれてるかなって思うんですけど、水が不足してる状態だとツヤがなくなってしまって、こうしたナスのことをボケナスっていうみたいです。まるで私みたい。誰がボケナスやねん。というわけで、夏野菜を育てたものの結局よくわからなかった話でした。またお会いしましょう。それでは。